嫌な夢を見ていた。でもそれがなんだか覚えていない。ごくごく普通の朝。あや、起きたらご飯食べなさい。はい。パジャマが汗を吸って肌に張り付く。気持ちが悪い。シャワー浴びなきゃ。だから週末まずお母さんのところへ行ってこようと思うの。姉さんと一緒に。うん、一緒に行く。お母さん、あやが行くと喜ぶわよ。うん、お父さんは出張だし、お兄ちゃんはいつものサークルだから、あやが一緒に行ってくれると私も助かるの。ほら、何気なく病院行きの話をする母。朝の食卓のありふれた会話。私はそこに馴染むことができない。